D810、 そして 800E800、 いずれ3機種とも画素はほとんど変わりません。ですがニコンはニコン史上最大の解像感、もしくは解像力と言っています。では実際に見てみましょう。このような鳥の羽を用意しました。鳥の羽は非常に細かな線、横に走る細かな線、縦に走る線、2つあります。これを注目してみてください。これまず前景です。それから次に 50% 拡大、 50% 拡大でも大きな差となっては見えません。ところがこの 100% にしますと、ローパス効果のある800はちょっと甘いです。それから 800E、 横の線もプラスすること、縦の線も改造してきます。それから810は非常に鮮明感が高い、要するに縦の線も横の線もきれいに映ってきます。さらに拡大しますとこのようになります。800は画面の上の方も結構バッとボケています。要するにどこにもピントのない感じですね。ところが 800E になると、上の画面の上の方の横の線も、あと縦の線も見えてきています。ですがローパスが存在してない810になりますと、横の線も縦の線もくっきり改造してきています。要するにより細かなところがより細かく先鋭感高く映るというのが810の特徴です。では次に義色について見てみたいと思います。この3枚見比べて気がつくことは、ススキの穂のようなところが実は800と 800E にはマゼンタ色の義色が発生しているんですね。これはもちろん撮像素子、それから画像処理エンジンの違いがこのような結果になって現れています。一方810はこのマゼンタ色の色のにじみが発生していません。ではこれが実際に風景ではどういう影響を及ぼすか見てみたいと思います。これがまず風景の全体です。西日が水面に映ってキラキラした天光源ができている状況です。これを 100% 拡大しますと、800と 800E はなんとなくこの天光源の周りにグリーンのこう囲み、グリーンの輪のようなものですね、天光源の外側になんとなく色を感じるんです。天光源の外側にグリーンだとかマゼンタの色、要するに義色が出てきてるんですね。これは実際にはこの風景には存在しない色で、これを義色です。そして見ていただけると分かるんですが、この810、この天光源一つ一つの周りに義色は発生せず、これが全くもって実際に見た風景の色となります。ですので風景写真をこれから撮られる方は、特に天光源、海だとか山、それから強い、まあ、LED なんかの照明なんかもそうですね、そういった風景を撮る方にはこの義色がある風景になってしまうのか、それとも義色のね、綺麗な絵が撮れるのか、非常に大きな差となって現れてきています。